2016年3月18日、中国の漁船がアルゼンチン海域で違法操業し、撃沈された事件について、中国政府がアルゼンチン側に調査を求めるなど注目を集めているが、中国紙第一財経日報は、なぜ中国漁船ははるばるアルゼンチンまで行ったのかと題し、その理由として、近海の海洋資源が枯渇していると伝えた。中国の専門家は、渤海一帯では、度を超えた漁が行われており、海洋生物が産卵する場所まで破壊され、新たな海洋資源の形成が厳しくなっていると指摘。さらに、中国政府の環境関連部門が発表した報告では、現在、中国の漁業資源は、深刻な衰退期に突入していると警鐘を鳴らしている。その根拠に、60年代末から90年代中期にかけ、漁船が20倍に増加していることや、近代的な漁具により、漁業資源が根こそぎ取られていると指摘。さらに、渤海の一部海域では、海洋生物の産卵場所が、環境汚染の影響を受けて破壊され、資源の衰退を加速させていると述べている。様々な要因により、近海の資源が著しく減り、資源が豊富な沿海に目を向けるようになったという。